この動画から中学1年生の物理分野、身の回りの現象についてより詳しく見ていきましょう。大きく3つあって、光、音、そして力があります。身の回りの光というのは、例えば教室の蛍光灯であったり、家の中のライトとか、自然現象でいうと雷なんかが光ったりするよね。また、こういうふうなレーザー光線のような、まっすぐ進んでいく光は、どういうふうな性質があるのか。また、 音っていうのは雷がピカッと光った後数秒後にゴロ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 音がいいな。その光と音のズレっていうのはどういう風な音の性質から来ているのか。また、音のスピードはどれぐらいあるのかっていうのを見ていきます。また、身の周りにはいろいろな力があります。例えば、ニュートンさんが発見したリンゴが落ちるところから重力っていうものが地球上にいるとどこでもかかっているよと。また、 鉛筆をこういう風に持つと、とんがっている方はこの手が痛くなるけど、平べったい方は痛くないよな。実はこれっていうのは圧力が関係していきます。この動画から中学1年生の物理分野、光、音、力を勉強していくねんけど、この動画では特に光について見ていきましょう。身近な光って何が思いつくかな例えば晴れた日。 太陽光っているよな。あれっていうのは体の光が地球に届いているからねな。また、勉強するときなんかは、こういう風なスタンドを作る子もいていると思うねんけど、こういったスタンドの光も身近な光やな。実は、すべての光において、三つの性質があるねな。その性質っていうのは、直進、反射、屈折やねな。直進ってどういうことかというと、光っていうのはこういう風にまっすぐ進みますよ、ってことな。反射はこれ何かって言ったら、 鏡なんかに光を当てたときは、この光っていうのは鏡のところで跳ね返るよって、これを反射っていうふうに言うねな。屈折ってこれ言うねんけど、これ屈折っていうのは折れ曲がるっていう意味があるねな。どういうことかというと、鉛筆ってまっすぐやんな。でも、水の中に入れると光が折れ曲がるっていう性質があるから、こういうふうな鉛筆が折れ曲がって見えねなす。これを屈折っていうふうに言います。そしたら、光の反射についてちょっと見ていきましょう。 光の反射は、光が物体に当たって跳ね返ることを反射っていうふうに言うねな。例えば、鏡を用意して、その鏡に向かって光を当てていきます。そうするとどうなるか。光はこういうふうに進んでいくと、この鏡のところで跳ね返ねな。これを反射っていうふうに言います。跳ね返る。 反射の前の光のことを入射光。そして、反射の後の光のことを反射光っていう風に言って、また、入射光の入射角度。入射角。反射光の角度。反射角っていう風のがあんねんけど、それぞれどこの角度かというと、今回は光っていうのは鏡に当たって跳ね返るやんか。この鏡の垂直な線。 90度の線に対してどれぐらい角度があるのかで入射角、反射角っていうのは決まってね鏡の90度の線からどれぐらいずれてんのかで、これは入射角っていうふうに言う。鏡に対して90度の線からどれぐらい角度があるのか、ここを反射角っていうふうに言います。 じゃあ、入射角反射角の関係を調べるために、このよういう風な実験しました。鏡を置いといて、光を出す光源装置っていうのを用意しとくねんな。この光源装置からレーザーな光を鏡に当てて、この鏡に対して光を反射させると。その時の入射角っていうのを26度、47度、63度っていう風に角度を変えていってんな。その時反射角はいくらになるのかっていうのを見ていきます。 まず最初、この入射角、反射角、どういう風に見るんやったっけこいつらの角度っていうのは、今回鏡に光が当たっていくねんけど、この鏡に対して必ず直角の線を書くねんな。で、この直角の線から何度ずれているのかが入射角と反射角でした。今回入射角っていうのは光はこっちの向きから入っていくから、E が 入射角になるし反射角っていうのはここで反射してウの方に出ていくからこの直角の線からずれている部分このウのところが反射角になるわけな最初は26度で入射角を設定して実験結果反射角何度になるかって言ったら26度になってんな次は入射角この E の角度を47度に設定して で、その後、ウーの角度を測ったらどうなるかって言ったら47度になったと。次、E の角度を63度に設定して、光を反射させると、ウーの角度っていうのは63度になってんな。この結果からわかることは、光が反射するとき、この入射角と反射角っていうのは等しくなるよっていうのがこの実験結果からわかってんな。ここで問題です。 反射角は何度でしょうかみんなが知っている角度は2つあるねな。入射角と反射角。で、それぞれの角度はどこの線に対しての角度やったっけそれを考えていくで。今回鏡を用意して光がこの向きに入っていっていると。鏡のところで反射してこういう風に出ていくねな。で、入射角、反射角を考えるときはこの入っていく。今回やったら鏡の面に対して 90度の線を書くと、この90度の線を書いて、その90度の線から何度ずれているのかが入射角とか反射角でした。今回この90度の線からずれているここの角度が入射角な。省略して丸入って書くわ。また反射角っていうのはこの90度の線に対してずれているここの角度が反射角でした。 それで、ここが六十度っていうのがわかってるから、この九十から六十引いた、この入射角っていうのは三十度になるし、さっきやった入射角と反射角っていうのは光の反射では一緒になるから、入射角が三十度やったら反射角も三十度になるな。だから答えは三十度っていうふうになります。 光の反射の短なりを一つ挙げるとすると、こういうものがあります。例えば、鏡の前に自分と何でもいいから物体を置いておくねんな。で、鏡の中を覗くと、この物体が鏡の中にあるように見えるな。実は、この鏡に映って見える物体、鏡の中にあるように見えているこの物体のことを像っていう風に言って、自分が鏡の中を覗くと、この像から 光が直進して目にやってきているように見えんねでも実際そうじゃなくて、この物体っていうのは目に行くときに、こういううなルートで鏡のところで反射して目に届いてんねんな。この人間っていうのは鏡の中の像を見ているように見えてんねんけど、実際はそうじゃなくて、物体から出た光が鏡に行っい。 反射して身に届いてるっていう風になってます。